ナムサン大学短期大学部は愛知県名古屋市昭和区山里町18日本部を置いていた日本の私立大学である。1968年に設置され、2020年に廃止された。大学の略称は南丹。ナムサン短期大学の教育モットーは人間の尊厳のためにとなっている。それに基づいて一家に挙げる4つの教育目標がある。 キリスト教精神に基づく人間の尊厳の深い理解と人間愛の実践が教育理念となっている。少人数教育を重視しており、学生の出席状況には厳しくチェックがなされている。課外授業ではクリスマス正式や国際協力講演会などが開講されている。プレジデント氏に掲載された上場企業の女性社長役員になりやすい。 大学ベスト32、本学の短期大学部が、全国にある大学の中で、ベスト30位内中、20位に入っており、短期大学としては1位にランキングされている。昭和区早戸町にあったナムサン短期、大学学科専攻科別科取得資格について、付属機関ナムサン短期大学には、正式に公認されている、クラブ活動として、以下のものがある。 ナムサ大学短期大学部の学園祭は、短大の略称からとって、南短祭りと呼ばれ、毎年おおむね10月に行われている。学生会による様々な催し物のほか、各クラスサークルによる催しが2日間にわたって行われる。催し物の一つに、純白のドレスを格安で着て、写真撮影できるものなどがある。ありがとうございます。